皆さんこんばんは、ちひの旅チャンネルへようこそ。今回旅するのはこちら。まずは腹ごしらえに福岡県糸島市にあるドライブイン砦でランチを済ませた後、佐賀県の唐津、虹の松原へと向かいます。虹の松原を車で通り過ぎ、次に向かうのは同じく唐津にある唐津城。こちらを観光した後、少し唐津の町を散策し、佐賀県有田町へと向かうルートになります。それでは旅の模様をご覧ください。早速到着しました。佐賀県伊万里市と福岡県福岡市、糸島市に店舗を構える鶏料理のお店、ドライブイン鶏。まずはこちらで焼き鳥、鶏飯、鶏スープのセット一番定食をいただいていきます。腹ごしらえをした後、佐賀県の虹の松原までノンストップで移動します。こちらは日本三大松原の一つで、唐津藩初代藩主寺沢弘隆が植林したことが始まりだそうです。全長 4.5 キロ、幅 500 メートルにわたって約100万本の黒松が植えられ、虹の松原七不思議なども言い伝えられています。こちらを通り抜けて到着したのは、同じく唐津にある唐津城。猫たちがお出迎えしてくれました。こちらが唐津城になります。1602年、寺沢弘隆によって建てられたこのお城は、城の東西に伸びる松が両翼を広げる鶴のように見えることから、別名舞鶴城とも呼ばれています。唐津から有田へと移動しました。有田に到着した時刻は夕方の4時を回っていたので、観光ではなく冬季のショッピングモール有田セラを訪れました。購入した有田焼がこちらになります。繊細な柄が施された急須、温かい飲み物をのんびり飲む時間が好きなので迷うことなく購入。そんな感じでこの旅は終了です。今回もタイトなスケジュールではありましたが、食事、観光、買い物と充実した一日にすることができました。有田の街を観光できなかったのが少し心残りなので、またいつか訪れてみたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。